あみにこんにちはあなたの本籍はどこですか人によっては自分の本籍がどこか知らないかもしれません本日は本籍とは何かと私の感想をお伝えします本籍とは戸籍が置かれている場所のことです戸籍は人の出生から死亡までの一生に関する記録が記載されたもので本籍は その戸籍が保管されている場所を表します。住所は引っ越すことでどんどん変わりますが、本籍は簡単には変えれません。本籍を変更する場合としては、結婚とか離婚の時でしょうか。でも、本籍ってなくてもいいのでは、このように思ったことはないでしょうか。実際、本籍の廃止についての議論もあるようです。ただ、本籍を廃止することには、 行政手続が効率化されるというメリットだけではなく、変更によるコスト増などのデメリットもあるため、現状では本席制度を完全に廃止するのではなく、戸籍に関する手続をオンラインでできるようにするなどして、効率化を進めているようです。いかがでしたでしょうか本席とは戸籍が置かれている場所のことです。なので、戸籍が必要な手続がある場合、 本席のある場所で戸籍を取り寄せる必要があります。もしかしたら、本席が住んでいるところから遠いから、住んでいる場所に移動しようと思うかもしれません。ただ、これはやめた方がいいです。かえって戸籍を取り寄せるときに面倒になります。今は簡単に戸籍を取り寄せることができるので、本席は移動しない方が無難です。本日の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。